しっかり見てる。これはどこまで伸びる。さあラッピーキャン使って補正切りはバクステル回避。さあドグラがぶっこんでいく。しかしそれを許さない。しゃがしオーバードライブから、これは4600、かなり減りますね。さあ下級を昇竜で吸収して、超下級からは、おお耐えている。おお、なんか出てきた。リセット、熱い。さあお互い読みが入ったか。さあリセットです。ここからにまたしても2試合選手です。さあ勢いに乗ってこのまま勝てるのか。さあまず飛びが通って、置き攻めは回避するが、おお当て感がすごいですね。中段が通って、さあコンボから、さあこの橋はいけるのか。無理やりダッシュ。さあコンボをつないで、今度は逆の画面端。さあ位置を入れ替えて、コンボが高い。コンボ高いですね。4100からのもう一回しっかり殺しきる。さあ最強キャラをやり込んでいる。さあジャイアンカウンターしたが今のは拾えない。さあまたしても下段が通って、中段バースト使わして、のけぞり長。さあ下 C が通って、これはうわ、これはいい判断。最大決めて、判断力、当て感と判断力がすごいですね。まあガーキャンですか今のは。ガーキャンです。さあお見合い状態から、さあ先に触れていったのは、なるほど。さあドグラのガーバーバースト使って裏回って、ブラックホークスティンガー11。さあファディが上がる、裏向きに 6A 潰していく。ガードが硬い。システムの仕方がうまいですね。なるほど、まあ、ギルティ時代からドグラのガードは定評があるです、ありましたがね。さあ読み負けてしまったか。さあ下級置きの、それ昇竜で切り返す。繋がんの、繋がんの。さあこれは死ぬでしょう。1本目勝ったのは辻川。あののけぞりすごいっすね。いやまさか僕も繋がる。まあこれが最強キャラと言われるゆえんでしょうかね。マネーパワーですね。マネーパワー800円ですねこれが。さあ800円払ってるが、プレイヤーも最強プレイヤー。確かに。さあ最強からやり込んだらこうなるんだと。うわー、たまらずバーストから、このチャンスをノアワープから。
さあ、ドグラの動きが制限されている。あ、コンボしっかり完走して、1本目はPで辻川。お互いの対応がやばいですね。確かに。さあ、これでリーチです。さあ、ドグラしのげるか。当てかう。中段ガードしている。うさあ、単発のダメージも結構いいダメージになってますね。そしてコンボが入って、これはバーストは使わないという選択。ナバレが通って、画面端の脱出させないとしたところにドグラが切り返して11。さあ、まだわからない。さあ、ファーストヒットはドグラ、早めバーストで切り返して、さあ、ワープで雷に押し込む。しかしドグラのガードが固い。ダッシュ昇竜ここに来て当てに行く。しかし飛びが通って、まだしいですね。昇竜は使って、しかし反撃はあまり高くない。崩れてしまうが、どこまで、ダブルアップ、昇竜で切り返す。まだあるぞ。ぶっ込むがたまらずバースト。そしておっと、置き攻めが通って、これは痛い。これはどこまで、リーチ4000。ぶっ放しはガードしている。さあ、なんか雷が、おお、さあ、おっと、なんか引っかかった。優勝は辻川、おめでとうございます。いやー、暑かったですね。じゃあ、一言ずつもらいましょうか。はい、はい、いや、強かったっす。いや、ほんまに相手が強かったですね。ここの対策、まあやってる方かなと思うんですけど、まあちょっとミスったりとか、まあ最後の地対空とか、ちょっとここの戦絶対やっちゃダメなんで、それは僕のやり込みが足りなかったかなと。はい、まあ辻川くん強かったっす。辻川くん強かったっす。次バージョン早く来てくれありがとうございました。加藤さん、ありがとうございます。あ、まあ加藤さんでまあインタビューで、まあ、調整してますって公表した人なんですけどまあこういう夢あるキャラクターも時々いてもいいかなって思うんですけど、まぁ、ちょっとやりすぎない程度にお願いしますいや、トレモとかしてる分には相当楽しいですよ。もうアルカップより一人でやること多いんで、そう、まぁ、こんな感じになんかいろんなことできるキャラクターを増やしつつ、まぁ、みんななんか納得できる形でバランスできたらいいなって。まぁ、3月あと1ヶ月でアップデートされるんで、まぁ、その時も一応ココナイとタオカ両方使うはずなんで、まあみんなまたゲーセンで会いましょう。はい、おめでとうございますさて、じゃあ、メイン配信はこれで切りますが、ビンタ等々が残ってますので、サブ配信でまだちょっとだけ続くんじゃと。鬼のような形相をしたさあ、はい、1時間押しもう全力ですね。はい、では、メイン配信はおとしたいと思います。はい、メイン配信ご覧の皆さん、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。